おぉ、ナイス。え、トールくん何オーバーだっけ？もう一回しよう。ということで、今からパート4、今からちょっと伸ばし合いを、はい、わかりました、やっていきましょう。はい、ということで、コース紹介します。ムーンレイクゴルフクラブ倉手コース東スタートの6番パー4293ヤード、打ち上げ。うわ、今日本当に撮影楽やった。全部しゃべってない、全部しゃべってくれる。今日松永プレゼンツ、はい、タイソン。じゃあ僕はさっきのホールバーディーだったんで、僕からいきます。やばい。やばい。大丈夫。音はしてない。ギリ大丈夫。ギリ。ギリ。ギリハッピー。はい。はい。はい、タイソン。一応取った方がいい。まあ一応ね。よし、じゃあドライバーでいきます。ドライバーで行く？これ乗ったんじゃない？届け。いい、差し取ったね。これやばい。煽りに行ってやる。いやー、いい。うわ、スピン量少ない。うん、すごっ。質問コーナー、質問コーナー、質問コーナー、乗ってすぐ質問コーナー。はい、じゃあ質問コーナーいきまーす。お願いします。お願いします。慣れてきたね。宗光さんがゴルフを始めたきっかけが知りたいです。コロナ禍に、まあ、お酒飲み行けなくなって、うんうん、で、ゴルフ始めました。おー、はい、なんでそのゴルフなの？いや、なんかもうどこも行けなくて、あの時、うんうん、懐かしいね。そんな時あったよね。あったあった。そうで、もうなんかゴルフ場ってよかったね。あと打ちっぱなしってなんか行けて、うんうん、それで行ってました。あ、なるほど。はい、はい、次行きます。お願いします。ズバリ、女性好きですよね？好きです。はい、次の質問お願いします。早いな。早いよ。すごい、悪いの早い。もうちょっと欲しいよ、もうちょっと。ちょっと待って、泣くね、俺。やばいね。隣、ハイブリジスト。隣からー。なんだよ。ポーケが普通にありますけん。なんだよ。普通にベスポジよ。ちなみにこれ、あのエフロレッセンス。太郎さんとこ。バケハね。あ、バケハ。バケハ。これ実際どうなん？これいいよ。どう？似合っと？サイズ感めっちゃいいよね。うん。あ、嘘。やっぱこう。かぶらして。バケハがかぶらないトールはね。うん、多分誰でも似合う。俺が似合ったら誰でも似合うんじゃない？そうだね。いや、でもおかしくはない、うん、全然違和感はない。ちょっと待って、もうちょい上げたら、うん、顔普通にしてみて。これ使うと使う。すごいね。じゃあ俺でも似合うってことは、やけん万人受けっていうか、すごいね、うん、みんなに、うん、やっぱちゃんと考えとるよね、タオさん。53ヤード。ライはつま先上がりのティフトン。仲良しです。トールのね。うん、友達。左行きやすいんけん。フェース開いて、60ヤード打つつもりでいきます。ナイス。ちょっとでかいかな。まあまあいいでしょう。ナイスよ。ありがとうございます。バンカーまで来ちゃうね。いやー、ちょっと小入れんやったね、バンカーは。さすがに60度で行きます。はい、20ヤードぐらいのバンカーショットですね。
砂は柔らかい。うまい。ナイス。ナイス。え、バンカー今。はい。うま。あれだ。やっぱバンカーうまいわ。うまい。ね、ワンピン、まあワンピンってこれ長い。ピン。ピン長いよこれ。いや、半ピン半ピン。ピン長いの。ワンピンやん俺。長っ。ワンピンの長さ。確かに、ね、出すだけじゃなくて寄せるもんね。そうそう、ショルゴルフィンマカね。はい、もうこれ入りますよ。これもオンラインで、うん、売ってます。ワンカップいかん、いくか、いかんか。ワンカップいきます。はい、オンライン。うわ、打ってない。はい。おーっと、ナッション。こい、こらこらこら。こらこら。おい、集中しろよ。バリューダンした今。いや、多分なんかね、目みたいな納豆よ、長いけど。あるある。うん。パッて切れるんよね。しっかり強くショートパッド持たんと。まあハンデよ。もうトール君がなんか接戦じゃないと楽しめんやろと。一台ぐらいね。これ大事よ。ギリ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 これ邪魔やろ。まあいつもの10分の1やけど。抑えてんのね。抑え。だいぶ抑えてる。よっしゃ。あ、もうここここっちの時、こっちの時。こっちあって、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 これが大事。そうそう、見えんくなった、見えんくなった。おわ、こっちあって、こっちあって、おるって。ちょっと、ちょっと、こっちあって、こっちあって、感じやけん、結構。切れない。なんか出だしが良くなかった今。いや、パター今日入らんわ。まあ実力や。いや、これは違う。ナイスナイスパー。ナイパーナイパーナイパー。いやー、今日ちょっとパター転がりが よろしくない。そう、いやー、入れれたいな。今日こんなん外しまくっとる。はい、じゃあ、スマホコーナー行きまーす。お願いしまーす。あー、いいやんしゃ。あ、直樹くんから。本田直樹くん、はい。一つ願いが叶うとしたら何を願いますか？ゴルフで、OB が出なくない、なくなるとか、スリーパットをしなくなくなるとか。え、OB やろ。やっぱ OB よね。もう2だっていう罰やん。うん、あれはスリーパットって1だよ。うん、やっぱ OB でしょ。そうだね。ボール台が浮く。あ、ちょっとその流れで、はい、年間のボール台の消費金額を教えてください。これ Amazon で5000円ちょっとのボール買うやん、うんうんうん、それが、まあ、1月持つじゃん、うんうん、意外に1月。え、5000円の買って何いくら。5000円でだけ3個が4つ入っとうけん12個。うんうんうん。で、持たん時あるよね。まあでも最近持つ。あ、嘘。うん。今日とか1個も、うん。1個もなくなってないもんね、今日。で、まあ、そんぐらいですね。年間、まあ、5000円かける12ヶ月ぐらいです。うんうん、うん、はい。質問じゃないけど、はい、アキパパさんから。はい。見る限り人より指短いですね。そう。急に。センスある、センスある。今日比べる。いや、短く見えるんよね、多分。手が大きいけん。いや、短いよね。太バリ太いもん。太い指。なんか俺のがスマートに見える手が、ね、さすがズングリ。ヌヌックゴルフク
ラブフラテコース東コースの、7番パー3155ヤードです、はい、150じゃカラー届かんもんね。ピンまで161って出たんで、うん、ピン手前5ヤードぐらいらしいんですよ。8番でいきます、はい、よし。頭やったけど、あ、体止まった。うん、まあまあ悪くない。いやー、右に外したかったな。そうね、ピンが左ピンやけん、ちょっとアプローチは難しいぞ。あそこはバンカーかな。僕は7と6の間なんで6軽でいきます。はい、いや、近っ、ね、ナイスナイス。筋やったね。あれ、穴熊？穴熊？なんだろう、あれハクビシン？イノシシ？はい、次行きまーす。スマコーナー、お願いします。あーし、うなり大好きです。他におすすめのラーメン屋ありますか？うなりしか行きません。あー、確かに。トールくんといえば、そもそもなんかラーメン屋あんまり行くイメージないもんね。俺うどん派なんよね、正直ね。やけどその中でもうなりしか本当にいかん。ラーメン行くってなったら絶対こう、ちょっと量うなり行こうしかない。うん、俺はなんかいろんなラーメン屋さんいっぱい食べてるよね。そうそう、鶏パイタンとか連れてかれたもん。大好き大好き。もう美味しいけど花もこしか。ああ、花もこし一緒行った。じゃあ花もこしでお願いします。花もこしは美味しいですよ。はい、量は一番どこがラーメン？俺もうやっぱね、博多の人っていうか福岡の人はもうこれっていうのがなくて、なんか気分次第でやっぱ今日はこれが食いたい、今日はこれが食いたい、その日の気分で美味しいところがあるけん。俺もやけん、うなりがめっちゃ食いたい時もあるし、うん、それこそさっき言った花もこしも好きやし、まあ、最近ブームは家の近くにあるヤヒロ屋っていう、うん、鶏パイタンの店なんです。ヤヒロちゃんって呼びるけど、ヤヒロ屋は結構好きですね。じゃあいくつか候補は持ってるね、うん、いっぱいある。もう福岡いっぱいある。ラーメン屋迷ったっていうか、分からないとかいう方、ぜひコメントください。マジで DM してくださったら、こういう気分なんですけどとか言ってくれたら、あ、じゃあここいいんじゃないですかとか、もうピックアップしますね。マジでラーメン大好きだもんね。大好きです。でもラーメンを我慢して今退場してます複雑。好きなものが食べれない。そう、うまっとるね。では56度でいきます、はい、これパーでしのぎたいね。ね、難しい。うまい。うまい。うまい。おお、ナイス。さっさっさ。いや、うまい。めっちゃうまかった今の。だからリンクアップでさ、今俺がかがんでこうボールを送ってもらう。あ、足の前屈やばい。ボールと見分けつかんやったってコメント結構多かったやにしても、多分その贅肉で結構比べたら分かるもん。ボールくんあんまないもんね、後ろ。後背筋がモコってなったわけないように見える。いや、それは俺も悪いっちゃ。本当？バーディー取っていきます。切れるか。おーし、やっぱフックはイメージ分かんなー。危なっ、危ない。ナイスパー。まあ、苦手じゃない。こういうもうね、ラインが見えるパーパットいいね。入れ。うわー、引っ掛けた。か、弱いんか。弱い。出とった、出とった。ちゃんとまっすぐ出とった。うわー。はい、ナイスボギー。マジでもう嫌だこの時。お願いします。お願いします。
暗くて見え大丈夫ね。すごいね。見えるやろ。はい、スパコーナーいきます。お願いします。また俺で。お願いします。どんすけさんかな。熱中症の時どんな症状になりますか。症状は頭が痛いのから始まって、気分が悪くなるって言ったらどんな気分悪くなるって感じやった。でもなんか結局その体力の低下っていうかさ、まあ見よったら思ったけど、なんかすごいこう熱っぽくなるよね、トール君の場合。あ、そうね。なんか風邪ひいたみたいになる。うん、だるーってこうなって、ちょっと歩いただけでなんか息すぐ切れる。あー、確かに確かに、歯がいいよったもんね。そう。はい、次行きます。はい、お願いします。流星407さん、川崎ドリフト聞きたいです。りょうさんのストーリーで爆笑です。川崎で有名になりたきゃ。あと、あ、立てな。あー、沸騰やね。ひとピーやんか、これ。流さないで。4,50 代に分かるネタして。まあでもあれはうちのグループのサロンベリエという大名店の、はい、よくこのチームで行きますので、はい、行きますね。カウンターとビップがありますので、はい、ぜひご利用の方よろしくお願いします。はい、カラオケも大放題。そう、カラオケしてますよ。バッドホップが聞こえてきたらもしかしたら僕らが歌ってるかもしれないです。ほんと大名の真ん中にあるんで。はい、うん、何の宣伝。はい、ベリエ、ベリエ。はい、もう一ついきます。恭平91さん、熱中症対策でティフトンを思い切って短くしてみたらどうでしょうか。要は髪の毛を短く切ってみたらどうですかって。なるほどね。うん、あ、まあ俺切っとるんやけどね、3週間に1回。いやでもなんかそのすぐ生えるもんね。毛量すごいよね。変わらない、うん、変わらんから切ってもらうから。ずっとこの髪型やろ、うん、切ってない。でちょっとパーマ当ててやろ。う、うん、髪型ってあんま変えんくないもん、大人になって。変えないね、全然。まあ俺も山笠、あ、結構変える、うん、の時ぐらい。こいつパンチパーマ当てとうけ。そうそう、意味わからんやろ。気合い入れるために。長さあるの、パーマ当てる。あるある、全然ある。え、1センチあったら全然負ける。もう今ちょ待って、今結構もうパンチパーマ当てる大人っておらんけ。あんまこれはティフトンやろ、マジで。ちょっとこっち来て。絶対そっちの方がティフトンや。いやいや、ほら、ティフトンやん、チュチュやもん、マジで。どのパーマ当てれないでしょ、これ。当てれる、当てれる。ちなみに、7月の、8日に当てたけん、こっち向きで当てとんやん。こっち向き？そう、こっち向きだと。こんなに向きがあるの？あるわけ。はい、北九州発祥です。あ、そうなんや。そうらしい。へぇ、パンチパーマ。パンチ？そうなんだ。らしい。へぇ。でも、あれやろ、パーマを日本に持ってきたのは品川さんちゃろ。誰それ？品川庄司の。え？そうなん？品川広しかね。へぇ。のお母さん。へぇ。お母さんかおばあちゃんがパーマ？海外からパーマを初めて持ってきてる。すごすぎやろ。へぇ。で、なんか美容学校かなんか、立てておいて。マジ？じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になってます。お世話になります。パーマで。ありがとうございます。逆にパーマ当てんやったらどうなる？直毛マジで。見てみたい。のしば。のしば、強めののしば。え、これ今当てとうと。いや、だけどこことか当ててない。こういうかいや、もう毛やばいよ。密集度合いがやばいね。俺にさ、育毛剤のさ、案件が来たよ。受けたがいいから。でも情報としてさ、4,50 代の人見ようの多いやん。見よう人が多いやん。確かに。なんかいいかもしれんやん。いや、よくないやろ。分からんやん。だって育毛剤試したところで、変わらんやろ絶対。これ以上また増えると思う。今毛量多い方だからね。多いけど、少ない人がして増える分やったら分かりやすかろうけどね。まあ今後の対策として。予防で。予防で。この紹介いきます。はい、お願いします。ムーンレイクゴルフクラブ空手コースの東スタートで8番パー5、502ヤードです。はい、もうまっすぐですね。途中池があるぐらい。はい、まあベストはこのカート道上です。まあ、左と右ってもある程度残る。うん、ラフ右ラフ。なんか久々に振り遅れた。さっきのホールもいい ね, ね。これがあれ MC の疲れってやつ。いや、そうよ。だんだん出てきましたね。大変やね、トール。いや、もう一人おるけん、人が。ゲストがね。そうそう、うん、いきます。
おー、ナイス、飛んでる。よし、いい球、いい球、あれです、捕まりフェード。ドライバー練習したのね、昨日。うん、6時間は打ったもん。いや、昨日マジでもやばかったよ、めっちゃ打ち寄ったもん。しかもドライバーばっかり打ち寄ったよね、昨日。やっぱ翔吾さんが、うん、ドライバーの練習量少ないって言ったっけ、トロ君の。やっぱドライバーの練習量もっと増やそうと思う。確かに苦手なものなのにちょっとしか練習してないっておかしい。確かに矛盾しとも、いつも何ばっかり練習しようと。やっぱウェッジとアプローチ、あとアイアン、アイアンめっちゃやるねけどさ、俺アイアン使わんやん、もう。まあまあ、うん、ウェッジの方が多かろうけどね、うん、しかもあんま悪いってないやん、アイアンで。だいたいパワーオン率結構高いもん。全部ちゃんと当たりをしない、うん、当たり損ねっていうのがあんまり少ないイメージ。そうね、やっぱドライバーでその OB を結構受けてくるっていうのね。だけ俺ら、あの仲いいメンバーでいうと成瀬兄弟、信長と正明おるけどさ、トール君がもうどこのコースでも一緒やけど、ドライバー持った瞬間後ろでニタニタしよう。これトール君 OB 行くばやつってやらかすよってね。武器苦手なものってでも武器になるけん、ゆくゆくは。そうね、うん、練習するからね。そう、だけんそれを信じて練習を続けますよ、僕は。不器用ですから。自分不器用ですけんって、あれ何のキャラクター。自分不器用ですけん、ワンピースじゃない、ナルトだ。ドーン、不器用ですけん。なるほど、山口かなんか、なんかめっちゃ飛んどる。うわー、これフェアウェイやったら狙いとったな、うん、そうやね、今日レギュラーからやんね。いや、ライが悪い。翔吾くんに教えてもらって。りょうちゃん、これはいかんよ。似てる。めっちゃ似てるわ。これなんかでも当たり損ねしそう。ちょっと待ってるね。俺のスイング的にやっぱこう、こっから、なんて言っちゃう、インサイドアウトやけど、落下地点、クラブの入り方が直角じゃないらしいんですよ。うんうん、平行やけん、やっぱラフにかぶりやすい。影響されやすい。そう。ってことは、ちょっとなんかカットに打つぐらい打てば、多少は、うん。上から入る。じゃあ、バンカーが両方あるんで、60ぐらいに下ります。4番。ゴーゴーゴー。おー、結果オーライ。池避けた？目の前池あるんですか？ピンまで197ヤード、5番アイアン。お、一応乗ったけど、うん、ナイス。あー、右にミスった。いや、もっと走ったと思う。このラインですよね、うん、あった嘘、池やった、池やった。ここからこうコロコロって行ったのか、うん、この傾斜で行ったよ。そしたら2打目入ったっけ、4打目か。まあまあ、ボギーで上がれる。両が惜しくも池だったね。まさかの、まさかの入っとったね。なんかここで面白くしてくるね。残り2ホールで3打差ってなかなかね、縮まらないけど、うん、だけど俺がボギーで上がれたとして、トール君バーディーやったらもう1打差やろ。うん、別に面白くしようわけではない。ここ大事だね。126ヤード、9番で。はい、最優先を乗せること。いやー、ナイスオン。こんなんいいじゃない。僕、うん、まあいい、まあまあまあ狙い通り、うん、ナイスナイス。くそー、やべ、
ナイスです。最後の最後にドラマがあるね。いや俺どこ行った？トル君は花道。花道ちょっとまあエッチやね、エッチ。うん、ハンドレッドダコやね。うわあれ絶対バーディーいけるやん。いや油断させてますね。知ってますよ。いや痺れてきた。ちょっと痺れますね。引き分けが一番おもんないけど。今3打差、2打差、3打差、3打差、3打差。まあこれ俺がボギー、まあ当たり前に言ったらボギーのあっちはバーディーくれやろうけん、うん、から1打差やろ、ね、最終ホール1打差やけん、トール君が頑張って引き分けになるか、まあ俺多分ダブは今日ないと思う。ダブないね、多分。これは翔吾さんの、翔吾さんのあれ使うしかないでしょ。確実にバーディー取らないかんけんね。イーグルパットいきます。パターでいくか。イーグルパットいきます。大丈夫、今日タッチ合ってないの。届け、届いたら入る。届け。あー、くそー。ちょっと危うい。ちょっと危ういよ。ちょっと危ういよ、このバーディーパットも、ね、こんぐらい外したらもうおかしいやん。今日、言葉尺外してきとったけど、それやばい。めちゃめちゃやん。届け。やっとやっぱ。セキュリティショップやっぱ緊張するって。めっちゃ緊張したよ。ナイスボギー。まあまあ。どけ。どけ。いいよ別に。ダメ。どけ。これいいよ。せっかくサービスしてちょっと。こっちとら。後ろ後ろ。影がやばい。続いて。俺背中の方って。背中の方来たらこれよ。あ、これでいいと。これいい。ナイスバーディー。やっと来た。うん、お待たせしました。はい、お待たせいたしました。ナイス。一夜差で最終、はい、最終ホールです。よし、いよいよラストか。申し訳ないけど普通に撮らせていただきます。最終ホールです。最終です。ただいま宗光トールくん6オーバー、私が5オーバー1打差を迎えての最終ホール、東コースの9番パー4350ヤード、55ヤード、はい、355。もう多分ほぼティーショットで決まる。決まるね、うん、ここ景色は。じゃあ2番ユーティリティです。はい、木の裏。帯じゃないよ。うん、あるある。うわぁ、もろさぁ、なんか打ちづらいね、影が。上げたら下ろすだけ。はい、それだけや。上げたら下ろすだけ。じゃあ、中止号落ちます。ナイス。ショア。いいフェード。ナイス。何やっぱ緊張した。いやいや全然。いや緊張とかせんもん。あ、そう。
珍しいね、任意であんなミスね。うん、いや俺の見た感じっていい、うん、もうマジで任意でいい球打っちゃろうっていうのがすごいひしひしと伝わった。いやなんかね、任意でも抑えないけんのかなとか思ってしまって、うん、あの傾斜が悪いやん、うんうんうん、そこ落ちていくやん、うん、そしたらなんか構えた瞬間、4球でいいかなって思ったって、うん、その迷いがダメなんや、うん、そうね。で、二遊なんか抑えようとしたりすると体止まったよね、うん、絶対やっぱさ、試合の時でもそうやけどさ、迷っとう時とかマジダメ、アドレス気持ち悪い時って絶対もう仕切り直さないかんもんね。そういかんな。未熟です。未熟やね。未熟です。ほら、傾斜まで届くんやっぱ。だけん四遊とかでポンってよかったよね、うん、いや悩んでいかんのよね。だけん悩みがあると体が止まっちゃうのか、絶対なんか飛ばしたらやばいなみたいな、うん、これも経験やね。やっぱヒリヒリする対決をしよるけんこそ出る、ね、そうね、諦めない、うん、あーまあまあ難しい。それは、うん、さあ行きます。はい、残り144ヤード。試練やね。試練やね。試練今日めっちゃいいフェアウェイ。クラテを知り尽くした男の球やった。自分で言うのもあれやけど。じゃあピッチングでいきます。はい。うまい。うまい。どう？でかい。ちょっと奥。グリーン奥。でかい。結構奥行った。フライヤー？うん。フライヤーそうね。なぜ？いやまあラフやけ。ああロフト立つやね、左足下がり。ああそれもあるよね。なるほどです。いやまだ分からん。まだ分からない。マジで分からない。いやもう分かったって。もう終わったって。もう終わった。もう終わった。トール退避。はあ、とどめを刺すのか。刺す。最後バーディー取りたいね。うん。どうせなら。もうなんかフェーダー、俺用のコースみたいな。完璧なところに置いた。うん。ちょっと左足下がりなんで、60打つイメージ。うん。今日多分止まんない。いろんな球打っても。グリーンがもうなんかコンパクションの例えかな。とどめを。60度。弱い。行こう。おちょっとグリーン左行った。バリハズ。10ヤードちょっと。はい。60度で行きます。うん、あれむずいよ、トールくんの。むずいよ、っからこれ寄せたらかっこいいよ。あれ難しいよね。むずいね、ラフがやっぱ沈むけん一周しとってから全部違ったもん。よし、56度でいきます。はい、うまくない？おー、止まるったい。止まるったい。止まるったい。
おもろいねスーパーサイヤ人になったよねあの叫んどるけど大丈夫貸し切りやけど今、うん、誰もいないから今金髪になったよね通るえスーパーサイヤ人になったスーパーサイヤ人マジおもろいなかなか喋る通るえ引き分け違うよね引き分けやるよえトールくん何本もやったっけトールパーあそうやあ、ボギーじゃないった。あ、よっしゃうわー、ちょまった。バリ油断しとった。今大事なパーパットやったよ。え、ちょ待って。めっちゃ油断しとった。ちょ、もう一回せん。もう一回しよう。じゃあちょっと、エンディングで。エンディングで。エンディングで。お疲れ様でした。よっしゃー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやマジ熱中症にならんかったそこねまずいやマジでいやちょっとなんか嬉しいよねゆうすけくんね安心したなんかトールくんがこう楽しんでくれたのがまず、ね、いやすいません迷惑かけましたまず一つとあと勝負ねもうな何なんマジおもろいめちゃくちゃいい戦いしたなんかその八百長っていうかさこうわざとしたんじゃないですかっていう風になるぐらいやばいやろこれ展開が面白すぎやろ俺とリョは本当にヒゲ見たかった見たかったいや、リョウが勝つてやん、それいやいや、余裕で勝てると思うよとそうちょ、リョウのヒゲないのも見たいもんいや、俺はなんかそんな、あんま変わらんやん変わらんと、あんま変わらんでも、そらんやんそらんねね、うん、いやヒゲかけて、たとえ、ガチで対決しよう俺の YouTuber、おらんやん確かにお金とか、賞金とかヒゲって一番嫌がっとるけんね、でもけど、マジで今日はちょっと、なんかこう、回してもらって、うん、なんかこう、リズムよく、うん、あ、よかったゴルフが楽しめたあ、よかったでもやっぱ、それで言ったら量は回しながら普通にプレーできるけん、うん、やっぱこう、言い訳やなって思った逆にそれもまあ、2人っていうのもあるけど、ね、あ、そうねまあまあ、これが3人おったらいや、俺は逆に登録の大変さを学んだ今日量のところに質問をいっぱいくれた視聴者さん、うん、あ、ありがとうございます面白かった、なんかいつもと俺が厳選する質問と違う質問ばかり、うん、あ、また違うもんね面白いそれはちょっとあの選ぶ人間で違うから OK、うん、いやゴルフが楽しかった、うん、いつも楽しいけどねまた違った、うん、なんかプライベート感まあそれが一番ねゆうすけくん俺らの願望で言うとまあトールくんに楽しんでもらうっていうのが一番ゴルフをね今日は大きかったところやけん、うん、え、でもこれせめて決着ついてないからどうするのこれはまたこれ次回やろ面白すぎるこの企画いやまあまあその視聴者さんの意見やな、ね、いや今回あの申し訳ないですあの俺とゆうすけくんの自己満で、まあ、こういう企画をさせてもらったんで、うん、まあそのコメント欄とか、うんうんうん、意見聞いてまあもしその見たいって方がいらっしゃれば多くねまあ次回またナイターリベンジナイターでねナイターなナイター縛りなそうナイター縛りもうそろそろ涼しくなるけいいやんいやダメナイター今日久々来たけど俺もやっぱいい気持ちいいもんここ3コースあるけん、うん、向こうかもっとむずいもんね西ねあ、うん、今日はあの中コースと東コースもあったんで、うん、まあ次回じゃあ西スタート西行きますかうんわかりました要望があればもうやらせていただきますのでぜひコメント欄たくさんね、うん、見たいって方がいらっしゃれば、コメント欄にね、うん、コメント欄もらえたら、うんはいまあ、こういう企画で今日は、まあ、トールくんを激励するという企画でございましたはい、ご視聴いただきありがとうございましたしまた次回よろしくお願いしますお願いしますこの動画がいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますありがとうございました本日はめちゃくちゃすごい方に来ていただいた定かなプロですよろしくお願いしますああいう時はどういうイメージでしたかイメージは、うん、いやーナイスです